内縄大和口の語彙一覧は、沖縄県における、新しい日本語の方言である内縄大和口の代表的語彙の一覧である。太平洋戦争、沖縄戦前や、米軍統治時代から現代使われており、2010年代現在までよく、使われる語彙について記す。以下の要例のうち、ワン以外は、中高年層で使われることは、ほとんどない、いわゆる、 沖縄の若者言葉である。これらは品のない印象があるため、目上の人に対して使う場合は注意が必要である。コーヒーシャープと書かれた食堂の看板以下の名詞は、米軍統治時代に英語の影響を受けて浸透したもの。他にも英語からの転用は多い。大半が食べ物に関する語彙である。戦前の沖縄においてあまり親しみがなかった品種については、 日常会話でも日本語より英語が先行される場合もある。なお、ナイチャーやアメリカーなどの語尾が英語の設備 GR、ER、に似ているために、これらが内ー英語と説明される場合があるが誤りである。語尾をあーややー、さーとしてマイナスする人という意味にするのはアメリカ占領時代以前からある琉球方言の特徴である。なお、おなじみの 中という表現に比べれば、フランクで敬意に欠けると取られる場合がある。以下は、標準語にも存在するが、沖縄では異なった意味で使われる動詞である。命名者は、藤木隼人。日常会話での使用頻度が、極めて高く、他人に優しく、自分にも甘いという沖縄の県民性が、如実に現れている。沖縄は、琉球時代から、 識字率が低かったことに加え、細かいことにこだわらない、定型精神や誤りを指摘されることを嫌う、恥の文化、年長者には逆らわない受教的な社会通念が根付いていることもあって、五期や誤字、誤読などが訂正されることなく定着してしまっている、事例も少なくない。本土復帰以降は徐々に減少しつつあるが、現在もしばしば見られるものを列挙する。ありがとうございます。